ハツカネズミと人間は1937年に出版されたジョン・スタインベックの小説。世界大恐慌時のカリフォルニア州が舞台で、二人の出稼ぎ労働者ジョージとレニーの悲劇の物語である。題名はスコットランドの詩人ロバート・バーンズの2、エー、A、マウスという詩から引用されている。ハツカネズミと人間は、 スタインベック自身の季節労働者としての経験がベースとなっていて、物語の舞台はカリフォルニア州ソルダードから少し離れた大農場である。著者はこの作品を演劇を意識した初の作品として位置づけている。また当初、スタインベックはこの物語のタイトルをサムシングザットハプンドとしていたが、バーンズの1785年に発表された、そう。 農夫の好きで破壊されたネズミの悲劇を歌った、詩、ツー A マウスに感化され、この詩の一節をタイトルとした。1930年代、大教皇時代のカリフォルニア州、いつか自分たちの農場を持つという夢を持つ、出稼ぎ労働者、ジョージとレニーはいつも共に行動している。しかし、頭の回転が悪い大男のレニーが、いつも、 問題を起こすため一つの場に着くことができず、数々の農場を渡り歩く羽目になる。そんな二人がたどり着いた、新たな働き口で、働き者で、賢いスリム、ボスの息子のカーリー、若さと美貌を兼ね備えるカーリーの妻、下凡で無神経なカールソン、多額の貯金を持つ片手がなく孤独な老人キャンディ、黒人であるがために賢くとも馬小屋に住まわされている、クルックス等に出会い、 生活を共にしてゆく。ジョージはいつもレニーに彼の夢を語っていた。そしてある日、キャンディの右手を失ったサイの資産によってジョージとレニーの夢が現実味を増す。しかし夢の実現を前に二人に悲劇が訪れる。この時代の貧しい労働者たちの境遇とレニーの無邪気さが物語の中心に据えられている。ありがとうございます。